どうも、ゆうちゃんねるのゆうです。本日は、鬼滅の刃の、甘露寺蜜璃。こちらのですね、チョコロセフィギュア。そしてですね、呪術廻戦の SPM のフィギュアですね。ゲトウスグルと、シグロメグミ。こちらの方ね、出ましたので、やっていきたいと思います。それではね、獲得できるまでやっていきたいと思います。そうしたらですね、まずですね、呪術廻戦のね、劇場版のゼロですね、のフィギュア。ゲトウスグルの方をやっていきたいと思いますね。SPM のフィギュアですね。どれかいですね。めちゃくちゃでかいですね、これ。おー、やっぱり強いですね。でかいだけあって、めちゃくちゃパワー入ってますね。そしたらまあ同じところですね。まあゲトウもね、正体はね、偽物なんでね、結局ね。また同じとこですね、やっていきますね。さて、ここで、はめていきたいけども。あー、そうですか、抜けますか。さすがに重いですね。そしたら手前、やっていきますか。さ、おー、まあまあまあ、ええ感じでは動きます。やっぱ、力入ってますね。見た感じもめっちゃ重たいそうなんでね、これ。正直すごいっすね、でかさが。さあ持っていけ、はめろ。よし持っていけ。惜しい。めっちゃ惜しかったっすね。そしたらもう一発いったらいけそうかな。ここで力を発揮しろ。よし、力を発揮した。いいですね。そうしたら後ろですね、右爪で回していこうかな。これは回るかな、これでかいぞ。爪と右でグイッ、おっしゃしゃしゃ、オッケー、いいですね。この後ろの、あれですね、結構備品入ってそうっすね。結構組み立て難しそうやな、これ。ああ、まあ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 、すごい数の備品入ってたらどうしようかな。めっちゃ時間かかりそうよな、立てるの、組み立てるのね。おお、いいですね、いいですね。そしたらもう一発左爪でいきますか。ギリギリではないですけど。あー、ちょっと動きがでかかったかな、今。そしたら右爪でギリギリのところ行くか。これで一旦短く。ああ、マジか。そうしたら両爪で持ってみるか。右爪だけでは動かんだんで、両爪だったらいけるかな。さあ、どうなるどうなる。よしよし、いいですね。かなり浮かなってますね。そしたらもう一発上げたらいけるか。もうかなり深いんでいけそうな気もするけども。よし、よし、よし、オッケー、いいですね。重っ、めっちゃ重いんですけど、これ。めちゃくちゃ重いです。これはパワー入っとるね。そしたら、呪術廻戦のゲトをすぐる SPM、こちらの方ゲットです。そしたら次、いきまーす。はい、そしたら次ですね。鬼滅の刃、甘露寺蜜璃、チョコのせいフィギュアですね。いやいや、いいですね。私ね、鬼滅の刃で一番好きなんで、いやー、次のね、アニメ決定もね、ちょっと衝撃を受けましたけど。おっとっとっと、これは動かんの、右爪動かんのかな、それとも重心かな。でね、刀鍛冶の里編ではもう、蜜璃ちゃんと無一郎がね、主役なんで、主役って言ったら変ですけど、メインなんで。おー、動く、おー、なんじゃこれ、重心どっちやこれ。みつりちゃん推しは僕推しなんで、めちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど。おっと、これはどうするべきや。左でギリギリ狙うか、肘でグイッと持ってったらいけそうな気がするんですけど。持ってけよ。おー、通るかこれ、通るかな。まあ一旦通るかどうか見てみたいけど、まあちゃぶ台でちょっと返していこう。
直帰。とりあえず通りましたね。よかったよかった。刀鍛冶の辺ね、僕もめっちゃ期待しとるんで。そしてですね、チョコのぜフィギュアの甘露寺ミスリー、こちらのフィギュアですね、ゲットでございます。そしてね、次行きまーす。はい、そしたらですね、先ほどね、設置終わった呪術廻戦の伏黒巡り SPM のフィギュアですね、こちらの方やっていきたいと思います。こちらもね、ちょっとでかいんでね、結構おー、やっぱりパワー入ってますね。やっぱでかい分ね、いい感じに入っとるんですね。まだまだ同じとこら辺ですね。まあ、不思議の恵みもね、僕ね、結構ね、死神使いで結構好きなんですけどね。おー、いいですね、いいですね。まあ、結構ね、人情も深いんでね、いいんですよね、結構。キャラも好きですね。あー、いいですね、おー、いいですね。次置くかな、右爪ぐらいで行こうかな。さあ、あ、真ん中ぐらいになったな、今。ああ、いいですね、いいですね。あ、まあ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 。まあ、とりあえず、まあ、はめていきたいな。できればはめたいけど、こっからやったら、どうやるな。はまるかな。おお、めっちゃすげえ動きしたんですけど、今。やべえな。どえらいな。そしたら手前やね、これは。あー、ちょっと奥すぎたかな、これは。もしかしたら。どうや？あー、ちょっと奥すぎましたけど。まあ、とりあえず上げてみますか、一旦。この形結構ね、上げたらなんとかなるような場合が多かったんで。さあ、おしょす、いいです、いいです。オッケー、オッケー、いいですね。逆縦跳ね持ってきてそうですね。グイッといけよ。よしよし、まあまあまあ。徐々にいきましたね。でもかなりね、深まっとるんでね、逆縦跳ねも完全にいけそうですね。さあ、持ってこい。よしよしよし、いいです、いいです、いいです。オッケーだね。いいですね。深いですね。左奥。さあ、持っていけ。ああ、おお、いいです、いいです。オッケーやな、いいですね。すげえな、結構もう、落ちとんな、左側。かなり落ちてますね。いけ！おお、いいですね。すごい動きがいいですね。さて、もう一発。さあ、持っていけ。いっていけ！おお、いいね、いいね。もう一発、もう一発。そろそろいけそうな気もせんことないんですけどね。さあ、どうだ？よし！よし！よし、オッケー！オッケー、オッケー！いいですね。いや、いいですね。さあ、そしたらですね、呪術廻戦の伏黒巡り SBM のフィギュアですね。こちらの方ゲットしました。そしたらですね、うちに帰りたいと思いまーす。そしたら帰ります。はい、そしたらですね、本日は鬼滅の刃の甘露寺ミスリのチョコのせプレミアムフィギュアですね、こちらの方と呪術廻戦の SBM の2体フィギュアですね、ゲットをすぐると伏黒巡り、こちらの方ゲットしましたので、うちに帰って開封の方をしていきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、うちに帰ってきました。そしたらですね、こちらのね、鬼滅の刃、プレミアムチョコのせフィギュアの甘露寺ミスリ、そしてですね、呪術廻戦の劇場版ゼロのゲトウスグル、そしてですね、伏黒巡り SPM ですね、こちらの方、開けていきたいと思います。まずね、ミスリちゃんの方から開けていきまーす。はい、ミスリちゃんの方ね、開けていきました。まあ、重心は真ん中っぽいですけどね。ちょっと分かりづらいですね。まあまあまあ、いいです。そしたらですね、次、ゲットをすぐる、開けていきまーす。はい、開けていきました。まあね、見た感じ、確実に重心下ですね。めちゃくちゃ重たいですね、これ。そしたら次、伏黒巡り、開けていきまーす。
はい、開けていきました。なんかですね、SPM に関して、いつもね、挟まれてる感じがあるんですけど、これに関してね、その、フラッみたいなのがなかったですね。ちょっと違うんですかね。そしたら出していきたいと思います。まず、みつりちゃんの方から出していきます。いやいやいや、めっちゃ可愛いですね、みつりちゃん。いや、やっぱり推しですね、僕の。やっぱいいですね。そしたら次、ゲトウスグル出していきます。どうでかいですね。どうえらいでかいですね。そしてですね、結構悪い顔してますね。そしたらですね、伏黒めぐみ出していきまーす。いや、こっちもね、正直、何が入ったか分かるんですよね。ハコミヤンと、こんだけぐるぐる巻きにされてたらね。いやー、いやいやいや、まあまあまあ。そしたらですね、こちらの3体、組み立ての方していきたいと思いまーす。はい、組み立ての方ね、完了いたしました。いや、いいですね。まあ、みつりちゃんはね、出しただけなんですけど、いやいやいや、こう見るとゲトウがめっちゃでけえですね。いやー、みつりちゃん、普通にですね、かわいいですね。やっぱりおにぎりは色気あるんですね。付属品もね、おにぎりで。ゲトウすぐるですね。どうでかいですね、こう見ると。これは重たいなって感じです。下もわかるっすね。でですね、伏黒めぐみ。これは、術を出しているところですかね。いやー、いいですね。3体ともね。そしたらですね、本日の動画、終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、通知、よろしくお願いします。